かっけえ。知らねえもん、こういうポケモン。知らないんだって俺この人。多分虫毒とかだろ。虫、飛行と炎が抜群、岩抜群、毒、地面、エスパーが抜群だからエスパー抜群、神通力。何それ何それ何それ。あ、いや別に関係ない関係ない。いけるだろう。いやこれ一発で無理だな、さすがに耐えるでしょ。マジかー、もうそれちょっと残念だよ。待てよ、これシャッ、あー意味ない、神通力。わかってるー、わかってるぞ、お前が回復してくるのは。読めてるんだ、このゴミみたいなポケモンに回復の薬全部使わせろ。もう一回使え。うわー、クソせや、クソせや、ゲロ強。上がれ。いやー、フォレトスってなんだっけ、なんかね、あれなんだよ、ツタンカーメンみたいな、虫鋼だ、そう、フォレトス虫鋼、炎、格闘、地面、虫鋼ってことは虫タイプに地面って今一つだっけ。あー、等倍なんだ。いや、これ弱点ねえな。虫、鋼、炎が4倍なんだ。鋼の弱点は炎、格闘、地面。虫タイプは、炎、飛行。うわぁ、これすげえなー。あ、ハッサムと一緒、わかりやすい。いや、これ効果力でぶっ放すしかねえ。多分でもさ、魔法防御力低いんだよ。いや、これダンプマンでいこう。あー、マリルリでよかったかな。これ格闘は4倍なんだっけ。鋼は格闘、あ、さ、格闘、あー、等倍だ。転がるで、まずは様子を見てくると。岩タイプ。あ、じゃあ岩4分の1だろ、これ。鋼に虫、あ、じゃあ等倍だ。お前それやめろよ。あ、何それ。あ、これなるか。ってかさ、これさ、守られたらだるくね。うわ、だる。落ち着け、落ち着け、落ち着け、だるだる。自信でいくわ、多分あと2発でいけるはず。ダンプの、多分いける。 OK、 ナイス。これでこせるはず。うわ、強よ。お前なんだそれ。頼む、落とせ。いや、自信。お前てめえ、おい、今日、お前ちょっと、今日の携帯番号教えろ。ぶっ殺すわ、マジで。お、許さねえわ。やべえ、あれが出てくる、ベトベトが出てくる。ベトベトの小さくなるされたくねえ。あ、違う、
毒飯食らわねえのんたん。なんでかっていうと空飛んでるから。いやモルゴンってなんだっけ、虫毒だ。だからさ、これさ、虫毒ってことは虫エスパー、あー2倍かね、これ羽休めやりたい。あーダメだ、人生劇だ。いや耐えねえな。おいやだだ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 だ。死なねえよな。97割る248引く16、30、30ぐらいってことは追加して97、100が70になって、もう一回食らって40、うん、それだな。ああそれだ。ああ下がんない特防 OK。 あぶねえ、お前とんでもないことをしてくれるな。とんでもないことをしてくれるな、お前は。オッケー。いや、あとはベトベトに神通力ぶち当てなきゃいけない。こいつにベトベトにぶち当てなきゃいけない。頼んだ。うわこれ相当食らうぞ。死ぬなよ。いやこれきついかな。耐えねえか。やっぱ強い。落ち着け。だこれダンプマン生き返らせなきゃいけない。ダンプマン生き返らせなきゃいけないんだけど、誰が切るか。飛脚。待てよ、これさ、マイホーム出したタイミングでさ、毒になって、その次のターン、死ぬ？そのターンで死ぬ？これだとしたらバルクかマイホーム出して、死なないよな。死ぬんだ。これ次、バルク出したら次、また死んで、ってなる？死なないよね。じゃあバルク出していいよな。威嚇巻いて毒になるじゃん。このターンで死ぬ。このターンで死ぬ。あ、よかった、よかった。ほんで元気の塊、中富の鎌足り使って、いやつれー。ダンプ松本回復して地震でいく。地震のピーピーさっき切らされたんだった。いやマグニチュード行くしかねえ。こちらマグニチュード行くしかねえ。お前この野郎、おめえ本当にお前かかってこいよ、お前。おい、まあまあまあ1回目半分いってくれ。半分、あ、何？あー、お前、ちょっと、あ、みんな、ちょっと待って、俺、外の空気吸ってくるわ。めまいがしてきたから、ちょっと待って。俺、外の空気吸ってきたから、めまいがしてきた。ちょっとみんな、俺、外の空気吸って、ちょっとめまいがしてきてる。ちょっと今、待って。外の空気吸ってくるから、ちょっと待ってくれ。めまいがしてきた。だいぶ俺はいろいろ勝ち筋計算してきた。ここでの勝ち筋はこれ、マグニチュード突っ張って小さくなるをかいくぐってマグニチュード8以上出す、もしくは、ダストチュードが外れることによって地震の PP に回復して次のターン地震が当たるのにかける、もしくは 10% の確率で 10% の確率で先生の粉、先生のあだこだ。マグニチュード突っ張るわ。こいつマジ許さねえ。
こういうやつは、いや、こういうやつは本当に、こういうやつは本当に許しちゃいけない。いや、一発外せるのは袖なんや。落ち着け。こいつやべえ。来た銃出せ銃お前のマグニチュード !17! 銀座ケーキやる銀座殺せ銀座だれお前なんでそれで小さくなってくんだよお前やめてくれよちょっと待って、本当にここで倒してくれ。ここで倒さなきゃもう本当に戻らない。俺が俺でなくなる。よせるプレゼンいきなりなかなかかいなんとかしろむぜとダンプマンなんとかしてくれもうなんとかしてくれもう俺エーレン出すことしかできない。ちょっとむぜたたたなんとかしろむぜなんとかしろマグニチュード当てろマグニチュードマグニチュード当てろマグニチュード当てれば勝てる。じゃりゃーザコがやべえ、ダンプは死ぬな。回復の薬使ってるから。クロバット。クロバットは、ボロボロじゃん。ちょっとお前ら、頑張れ。行くぞ。いや、落ち着け。ここは、そのまま、回復の薬。どうせ超音波とかくだらねえことやってくんだろお前。あと一匹はあ、最初からこいつを頼りしていたのか。OK超音波だろお前あー面白いや。ああ面白い試合だこいつは。こいつはマジ許さない。お前はお前という男がいたことを俺は絶対忘れない。オッケー一発2発当てて。多分全然くらねえだろ。いや結構いい急所お願いダンプマン。ここあったら勝てる。ここあったら勝ち。俺の勝ち。ここあったら俺の勝ち。いけ頑張れ。ちょっとダンプマジ頑張れ。当ててくれ。あーもう怖い。いや頑張れダンプ頑張れ。急所もう突っ張りつつ。あーまだ落ち着け。いやこれまずい。当ててもらうしかねえ。47から32。いや当ててもらうしかねえ。ちょっと待てな。ねえねえ翼で撃つってさディフェンあれだよな。ディフェンダーで半減できるよね。ねえ毒蜂あるから帰らんない。いやこれ急所で死ぬって言われても満タンの薬1個ケチるわ。ディフェンダー使ってで翼で撃つ一発耐えて絶対耐える。でここで回復。くっそこいつマジでだる。いやこいつマジでだる。当たんねえ攻撃が。
もうし、もう今日やだ。休止やめろよ。もうちょっとマジで頼む。じゃあもうプラスパー使う。もう次外れたら俺プラスパー使う。オッケーパス。2発でいいんだよ。2発でいいんだって。うわー、まさかのクロバット選手絶望のお盆のみ。やるー。一発いけ、いけ。許すな、クロバット許すな。救助か。ダンプ松本。いやー、ダンプ松本ありがとう、ありがとう、ありがとう、ダンプ松本ありがとう。なんだよこいつマジで意味がわからん。こいつマジで意味わからん。こいつマジで意味わからん。早く逃げよう。